最初に比べるとだいぶ良くなってきたって感じありますね。体一旦まっすぐいいですか？お顔こちらでごめんなさいね。はい、まっすぐお願いします。大丈夫ですか？はい、進んでますね。お寒くないですか今？うん、ちょうどいいです。ちょうどいい、はい。背中もガチガチじゃないですか。そうですよ。寒かったりとかもありますけどね、多分ね。うん、他にも何かあるんですかね。またベッドがボロくなってきてよく言ってますね、ベッド問題一度改善したんですけど、はい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 、またウサギが下から破壊してきて、またちょっとさらにボロくなって。ウサギ放し飼いなんですか？はい。それやめたらいいんじゃないですか？かわいそうじゃないですか。優しいですね、はい。でもなんかウサギってところかまず封したりしますよね。そうなんですよ。だからちょっと、足の裏が大変じゃないですか。はい、もう、まあ、一般に掃除してるんですけど。あ、お尻痛い。それ大丈夫ですかね。なんかこう衛生的な問題とかで病気になりそうな感じも、そうですね、具合が悪くなりそうな。いやだからリアルな話、子供産んだらちょっと今住んでる環境では育てられない。いや絶対無理ですね。それはダメですよね。ベッドの上しか安全な場所がないし。ウサギが下から破壊してくるって、前ウサギに襲われるって言ってましたけど、大変ですね、ウサギと一緒の生活。そうなんですよ。最初は可愛いと思ったんだけど、どんどんなんか野生化してきて恐ろしいじゃないですか。なんか何でも食べてて怖いな怖いな。ウサギ1匹ですか？2匹。あ、2匹いるんですか？はい。性別は？オスメスで。じゃあつがいじゃないですか。大丈夫なんですか？あ、でも、避妊手術みたいな。あ、はしてあるんだ。して。あ、よかったよかった。ウサギって生殖力がすごいらしいじゃないですか。そうなんですよ。子供いっぱい産んじゃって、里親に出しました。あ、もう一回産んで、大変だったから避妊にしたんですね。そうなんですよ。あ、なるほどね。実はまだコウサギが3匹残ってる。じゃあ家にじゃあ5匹いるってこと？はい。どっちかっていうとウサギが主体の家じゃないですか、もう。そうなんですよ。自由に動けるし。やばいな。掃除追いつかないですよね。そうなんですよ。そういう飼育員として生きてるんです。すごいな。服とか大丈夫なんですか？いや、服も結構だからおしっことかかけて捨ててます。捨ててる。お金かかりますね、そしたらね。そうだから、まあ、メルカリで安い服しか最近。あ、そうなんだ。だいぶ進んでますね、その生活。でも可愛いから癒されはするんです。ああ、なるほどね。ウサギで、そう、得たストレスはウサギで癒される。プラマイゼロみたいな。そうそう。すごい生活だな。それってこう身の回りの人とかは。何も言わないんですか？
な、何をですか。え、それをやめた方がいいみたいなこととかはないんですか。確かに、うさぎの話がすごいね。すごいねって。もう一歩引いてるじゃないですか。キテレツなエピソードですね。でもなんか、結構動物園とかにあるふれあい広場みたいな感覚が一日中楽しめて、ああ四六時中365日ふれあい広場、そうそうそう、最高じゃないですか。ふれあいたい人よ。最高なんですよ。そっか、まあ、小ウサギかわいいよね。そう、小ウサギめちゃくちゃかわいい。小ウサギはかわいいだろうと思う。匂いとか大丈夫なんですか、おしっことかされてて。もうなんか慣れちゃう。あら、それはもう本当にふれあい広場ですね。あの獣臭がちょっとしてくる感じですよね。でも前布団システムで、やっぱウサギに攻撃に遭うからベストにしたんです。ああ、なるほどね。高さを出すことによってウサギが来れないように。そう、でもウサギジャンプ力あるから平気で。ダメじゃないですか。じゃあ、ね、じゃあ乗っかられちゃってるんですか。ベッドの上にも来ちゃう。たまに来ますね。でもウサギも人間が嫌いだから。嫌いなんだ。あんまり来ない。あ、そうなんですね。すごいな。それあれですよね、言えないですよね、大家さんとかにはね。もう出ていくときすごいですよ、なんかもう壁紙とかも変えなきゃいけないよね。何をしてたんだここでってなりますよね、多分ね。それ暴れてたんじゃないか。だってかじったりしますもんね。そうなんですよ、もう廃墟みたいになってて、うーわ。廃墟でふれあい広場、ももはさん好きそうだな。そうなんです。もうね、たまんないでしょ。そうなんですよ。で普通の女性だったら発狂するレベルで呼ばれてますね。まあでも好きなんですもんね。あの、はい、なんて言うんでしたっけ、そう、なんかこう、あのあれも好きなんですもんね、こうなんかドロドロしたものがついてる状態。あれ、何でしたっけ、メッシーでしたっけ。はい、メッシー。メッシー状態になってるんですかね。汚い、汚いじゃないですか。それと比較するにはちょっとあまりにもウサギの方が汚いですよ。ところじゃないですか、ね、あ、メッシーってそうなんですか。メッシーはまだアート表現として。あ、そうかそうか、はい。ウサギの方がリアル汚いじゃないですか。そっかそっかそっか、メッシーはペンキとかですもんね。そう、絵の具とか。でも肌荒れるからやってないです。ああ、そっか、そうですよね、確かに肌に悪そう、見てる人誰もわかんないと思う。誰もわかんないってことはないと思うんですけど、あんまりわからない人が多いと思うんですけど、アロアナは自前のなんですか。え、アロアナ抱いてる写真載せてたじゃないですか。ああ、はい、あれの、そうですね、あのアロアナのなんか枕が売ってて、へえ、買いました。どこに売ってたんですか。ああ、なんかアマゾンで。ああ、そっかそっか、アマゾンね。もともとなんかネットで知って、はい、はい、かわいいと思って買いました。アラワナもウサギに襲われて腹渡しちゃってさ、もう撮影に使えないですね、じゃあ。そうなんですね。背中めちゃくちゃ硬いですね、はい、やっぱりリラックスできてないっていうことですかね。世話も結構大変じゃないですか、ウサギ5匹いたら。大変ですね。ねえ、しかも放し飼いで。そうです
ですね。なんか常に何か食べてるんで。食べてるよね。ウサギはそうですよね。餌をあげるのが。ああ。激しいな。どっちも痛いですかね。うんうん、左の方がどっちかっていうと痛み強いですかね。そうですね。右も結構痛いですけど。うん、見ますね。うわ、首もまた痛い。首もめっちゃ硬いですね。右と左とどうですか。あ、なんか左右でなんか種類が違う。種類が違って言いにくい。どっちも痛いは痛いって感じですか。はい。で、右はどういう痛みですか。痛気持ちいいです。痛気持ちいい。左はなんか刺すような。ああ、じゃあ左の方がやっぱり痛いかな。じゃあすいません、左を揺らしていきますので、こっち寄せをこう上にですかね。はい、ゴリゴリしてますね。すごい。ネギは残りがすごい。コリコリ気持ち悪いですね。気持ち悪いしてますね。主張が強いですよね。強いですね。呼吸が浅くなってるんじゃないですかね。ああ、そうかな。多分だってちょっとおしっこ臭い部屋にいたら深呼吸しにくいですからね。してたらなんか変な人ですよ。だからなんとなく多分ちょっと息はね、息染めてるんじゃないですかね。しかもなんと場所の都合上、うん、トイレの前にベッドがあって、あ、そうなんだ。臭いんですよね。嫌ですね。寝たくないな。臭いとこで寝たくないな。住環境悪いっすね。あ、そうなんですよ。楽しいです。なんかでもちょっと嬉しそうなんだよな、なんとなく。そうなんですよ。ウサギが一緒でやっぱ嬉しいですかね、おばさん的には。うん、ウサギは子供の時から憧れだったから。そうなんだ。あ、なんかあれでしたっけ、あの、
なんていうんだっけ、ミニチュアのウサギのやつ。あ、ウィザーランドドワーフですか。え、そんな名前じゃなくて、なんかこう子供とかがよく持ってるなんか家とかになってて、はい、ミニチュアで出てこないな。なんかこう服とか着てるウサギとかネズミとか、うん、なんかそういうのをこう。あ、シルバニア。あ、そう、シルバニアファミリー。はい。はいはいはい。とか持ってそうと思いました。あ、好きでした。うん。あ、詰めてましたね。うん。そういう話聞いたことあったのかな。なんかシルバニアのイメージありますね。あ、確かに24歳ぐらいの時は、うん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 、ママごと一人でやってました。そうだったんだ。はい。まあ、楽しいですよね。多分。なんか箱庭療法っていうのもありますからね。うん、癒されるんですよ、ね、癒されますよね。もうわかる。結構女の子向けのおもちゃって可愛いし、ね、いや、可愛い可愛い。癒されますよね。うん、そうね。多分やったら可愛いし癒されるのはわかる。うん、飾っとくだけでもね。なんかちょっとその世界に入りますもんね、見てるとね。うん。なんか夢が叶ったって感じなんですね、毎日触れて、はい、あ、でもさ、あんま触らせてくれない、触らせてくれないんだ、触れ合い広場だけどそう、触れ合えない触れ合い広場なんですね。撫でるとすぐに寝るんですよ。寝る、あ、逃げるか、あ、はいはいはい、あ、そうなんですね。結構本当に慣れてないですね野生化が進んでますね、なんかね。そうなんですよ、自由に触れたから、なんかもうむしろ人は邪魔ぐらいの思ってるんですかね。なんで帰ってくんだよみたいな俺たちの楽園みたいな。そうなんですよ、もう。むちゃくちゃ硬いですね。あ、首の動きが悪くなってそうですね。はい。うん。で、はい、下ろしていただいて。はい。はい。改めてちょっとチェックしますね。だいぶまあ柔らかい。あ、はい、うん、ですね。痛くない。うん、痛くないね。首も見ますね。まあ、まだ硬いけど最初に比べれば相当緩みましたね、うん、はい、どうですか。そうですね、うん、少し痛いぐらいで、うん、はっきり痛い感じはなくなりましたかね。はい、はい。硬いですけど、うん、最初の押し始めに比べるとだいぶ、まあ、押しやすくなった感じですね。あと実際どうですか、まあ、痛気持ちいいぐらいな感じに持ってきましたかね。最初痛かったですよね、はい、腰もなんか結構ね硬いから気になるところではあるんですけど、はい、でも軽く通しで叩きますね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.